まあ、なんかその切り口も確かにそうなんですけど、通常、まあ、確かめることも大事だとは思うんですけど、まあ、両面があるからってところで大丈夫ですか、はい、だから全員が非常にこう価値のある人材に見えた。どうもこんにちは、信頼よりメンバーのバラマツです。今回はですね、久しぶりにオンライン GD 企画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の審査員は就活 YouTuber をやってるおっさんじゃない、すいません就活 YouTuber のエレトさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、エレトです。よろしくお願いします。そして今回GD の経験を積み重ねてきた最強の就活生3名にもお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回のグループディスカッションは15分1つのお題に対してディスカッションをしていただくという流れになっております。早速エルトさんからお題の発表していただこうと思います。今日のお題は、とあるラーメン屋の、売上を上げる施策を考えてほしいです。で、売上は1年間の売上をどういうふうに上げるかっていう施策を考えてほしくて、まあ、スパンとしては、まあ、1年から3年ぐらいの中でどうやって年間の売上を上げていくのかっていうところを考えてもらえればなと思います。ということで早速15分間測っていきたいと思います。お題これで合ってましたっけ？これ大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。一応なんか適当にタイムスケジュールみたいなやつ書いてるんですけど、はい、なんか全体確認して現状分析して売上どうなってるか考えて、でどこに何するかみたいなので考えていければなと思うんですけど、こんな感じで大丈夫そうです。はい、はいはい、大丈夫です。ありがとうございます。間配分はなんかどんな風がいいとかありますか？15分ですよね。施策5分取って前提2分で現状5分でこっち3分みたいな感じでとりあえず大丈夫ですかね？はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ただとりあえずとあるラーメン屋をなんかどのラーメン屋にするかだけ共通認識取りたいなと思うんですけど、うん、なんかみんなが共通認識取りやすいのは何かありますかね？石川さん何かあったりしますか？どうなんですか？なんか場所とか前提って場所みたいな、うん、そういう話？あ、そうですね、はい、場所を例えばなんか新宿とか東京とか何でもいいと思う、うん、そうですね。だとするとまあ東京とか、まあ、渋谷新宿あたりが多分みんな学生も一番使うかなって思うんで、うん、この辺の店舗っていうことにしますか？はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあ新宿の、チェーン店じゃなくて個人経営とかで大丈夫ですか？うん、はい、そうですね、大丈夫です、はい、ありがとうございます。前提で確認すること大体このぐらいですかね？そうですね、もう期間も出てるので、はい、期間が1から3年で、ただもう早速売上の分解とかしていけたらなと思うんですけど。そうですね、うん、売上はまず客数と客単価ですかね？いいと思います。あと来店頻度って含まれます？そうですね、年間なんで年間客数かける客単価でもいいと思いますし、あともう一個なんか別の切り口としては回転率の方もあるかなと思ってて、うんうん、そうですね、年間例えばじゃあ1日の売り上げかける、なんかを分解して回転率とかで分けていくのもいいかなと思うんですけど、うん、どっちのアプローチの方がいいですかね？そうですね、1から3年なんで年間の方がうんいいのかなって私は思いました。大丈夫ですか、稲山さん？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ年間客数をもうちょっと分解していくみたいな形で大丈夫ですかね？そうですね。はい。はい、ありがとうございます。年間客数、分解するとどんな感じになりますか？まず客がその新規と既存客に分けられるのかなって私は思いました。ああ、なるほど。新規と。まあ、なんかその切り口も確かにそうなんですけど、なんかどちらかというとどこで知ってくることになったのかみたいな、なんかそっちの方がその施策に直接つながりやすそうだなって思ったので、なんかどこでそのお店のことを知ってくれたのかっていうのはすごい大事かなと思いました。そうです、なんか僕としては証券人口とかから、要は例えば今回新宿なので新宿を使う人口から、お昼ご飯とか晩ご飯にラーメンを食べる人の人口の率かけて、最後になんか自社選択率みたいなものをかけるのかなっていうイメージで言ったんですけど、うん、確かに。そうです、今上がってるのが新規既存の分け方、あとどういう
のチャンネルからどういう経路で知っていったかっていうところと、あと、ラーメン選択リップみたいな。でもなんか、その、まあ、現状分析、そうか、どこまで深くやるのかちょっとあんまわかんないですけど、その年間の売り上げを向上したいっていうことなので、なんか、現状を今どんだけ売り上げてるかとか、今後どんだけ売り上げられそうかっていうよりは、今に比べてどれぐらいプラスになるかっていう、そっちの方にフォーカスした方がいいのかなっていうのだったんですけど。あ、そうですね。多分その以降どうやっていくかのを考えるために、今現状をざっくり分解していって、どんな状況かっていう。あ、そうですね。なんか、例えばイメージ、ラーメン屋の選択率でいくと、新宿を利用する年間、利用者数、ラーメン選択。回数、率、実店舗選択率とかがあるのかなと思うんですけど。うん、そうですね。で、まあ、今回、数字を、まあ、確かめることも大事だとは思うんですけど、まあ、なんか数字は一旦置いといてもいいのかなと思ってて、15分テスト短い時間で、あと10分ぐらいしかないので、うん、はい、ここで、まあ、なんか新宿においては、例えばじゃあ自社選択率が低いんじゃないかとか、ラーメンを食べる率が低いんじゃないかとか、で、そこで固定して、それを上げていくために、例えばじゃあ、今知ってる経路がどれで、で、どういう経路を増やしていこうみたいな話ができればいいのかなと思うんですけど、ネタをこうで大丈夫そうですか、はい、そうですね。はい。なんか今上がってるやつの中から、どこがボトルネックになってるのかっていうのを特定できたらいいかなって思います。うん、はい。それでいいと思います。で、そこで行くと、例えば今回個人経営のラーメン屋さんなんで、新宿を利用する年間利用者数とか、そもそもラーメンを食べたいと思う率みたいなものを変化させるのは難しいかなと思うので、なんかラーメン食べたいって思ってる人を、どれだけ他の店舗じゃなくて自店舗に回ってこれるかみたいな、いわゆるこの、店舗選択率をなんか上げられるような、うん、てかまあここがボトルネックみたいなところかなと思ってるんですけど、うん、皆さんどう思いますか？いいと思います、はい。私もそう思います。ありがとうございます。じゃあ、店舗選択率が、まあ、今どんな感じなのかっていうので、それこそどこで知ってるかみたいな、ここ、うん、どこで知ってるかっていうのは、例えばこんなことなんですね。まあ、普通に、はい、お店の前通りかかって、あ、ラーメン屋あるじゃん、ここ入ろうみたいなパターンと、あとはもうそのお店に向かっていく。例えば、なんかどっかで友達が言ってたとか、うん、あとはなんか SNS で見たとか、なんかそのたまたま入るパターンと、もうそこのお店に、が目的で行くパターンっていうのがあるかなと、うん。ありがとうございます。なるほど。なんかいわゆるさっきおっしゃってくれた既存と新規みたいな考え方みたいなところですね。そうですね。新規と、あ、まあ、けどちょっと違うのか。待って。うん。微妙に。そうですね。じゃあ、まあ、フラッと偶然立ち寄るのと、もう目的に食べに来るので、さっきおっしゃった SNS とか、あと何ておっしゃってますか、友達の口コミか、確かにありますね。まあ、ここから考え方としては、ここの施策を、まあ、例えばじゃあ SNS に特定して施策を出していくみたいなところとか、あとはもうちょっと実際選択率に関わる、まあ、要素みたいなものを挙げてみるかっていうところだと思うんですけど、うんうん、残り8分ぐらいなので、はい、55分ぐらいまでは、この課題特定に、あ、54分とか55分ぐらいまでかけてもいいかなと思うんですけど、うん、どうでしょう。はい。いいと思います。はい。大丈夫です。ありがとうございます。今おっしゃってくれてた、まあ、偶然通りかかると、目的に食べに来るっていうところだと思うんですけど、なんか今回、実感もな、あれなので、うん、なんかこの目的に食べてくる方にフォーカスして、うん、考えていければなと思うと、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今、SNS、口コミ、あとは何かいいですかね。情報入手経路ってことですよね。そうですね、はい。あとは、なんか、このお店に行こうって思う、なんか、皆さんが普段このお店に行こうと思うタイミングとか、きっかけは何だったかな、みたいなところで。チラシとかもあるのかなと思って、ああ、なるほど。目に入ってるチラシ見て、あ、こんなお店あるんだって、そこで知って、食べ行こうってなるかなって思うんで。それもあるかなと思います。なるほど。ありがとうございます。僕もなんか同じような形で、まあ、駅の中の広告みたいなのもあるかなと思って、うん、あとは電車の広告とかもあるかな、うんうん、そうです。あと1分ぐらいでもうちょっと上げていって、その中でどこにフォーカスするかっていうのを決めていければと思うけど、うん、はい、なんかありますかね。他になんか石川さんとかありますか。まあ広告以外何か大体こんな感じですかね。
そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここから、まあ、施策いろいろ出していければと思うんですけど、はい。なんか、やり方としては、この、まあ、食べに来る要因を作ってるもののうち、まあ、なんか、どれが一番大きいかとか、どれが1から3年で年間売り上げ上げられるかみたいな観点で、絞って、で、それを上げる施策を出していければいいのかなと思ってるんですけど。はい、そうですね。なんか、こう、長期的な、はい、割と中長期的な戦略だと思うんで、うん、なんかその広告っていうのはやっぱり出すのにすごいお金がかかったりとか、出し続けるってなるとさらにお金がかかるんで、うん、広告とかよりは、まあ、口コミとか SNS を狙った方がいいのかなっていうふうに思いました。うん、ありがとうございます。広告だと、中長期で考えなきゃいけない。あ、中長期で考えたときに、予算額算っていうのと、個人店舗っていう前提だったと思うんで、はい、欲しいかなって思いました。おっしゃる通りだと思います。実現可能性がちょっと低いってことですよね。うん、なので、SNS か口コミでどっちかだったなって思うんですけど、はい、なんか、お二人、どっちがやりたいなっていうか、ありますか？なんか、まあ、SNS 普段使ってるから、SNS の方が考えやすいし、おうおうおうとは思うんですけど、うん、まあ、ターゲットによってやってくるかなと思うんですけど。はい。まあ、でもなんか、あんま口コミで都会のところに行こうってあんまならない気も。そうですね。はい。そうですね。あと、口コミってちょっとなんか SNS に比べて流度が荒いというか、なんか、口コミを何によって知るかみたいなところもあると思うので、SNS で一旦絞って考えてもいいかな。そうですね。ありがとうございます。じゃあ、あと4分ぐらいで。はい。じゃあ、SNS で個人経営のラーメン屋が、まあ、自社選択率を上げるためにできるようなことって、具体的に何がありますか？ SNS、例えば、その SNS の中の Twitter、っていうところで言うと、そのフォローして結構よく見ると思うんですけど、フォローしてリツイートしてくれたらちょっと安くなるとか、あ、なるほど、そういうのだったらそのリツイートすることによって拡散もされるから認知度も広まるかなっていうふうに思いました。いいと思います。確かに、まあ、認知を広げるっていう意味だとツイッターもいいかなって思ったんですけど、なんか普段ご飯屋さんとか調べるときどうしてるかなって考えたときに、やっぱりインスタグラムとかでちゃんとその写真があるっていうのすごい大きいなって思ってて、なんか実際どんなメニューなのかとかが載ってる方がむしろ行きたくなるかなっていう気がしたので、インスタグラムっていう選択もあるかな。あとは、まあ、認知取るんだったら TikTok とか、インスタは結構そのお店の情報を発信するって感じですね。稲山さんとかどうですか？ ありがとうございます。今一番下に書いたんですけど、まあ、YouTube とかも一つチャンネルとしてもあるのかなと思うのと、はい、あとは Instagram でもなんか投稿してくれたら安くするみたいな、同じようにできるかなとは思っていて、うん、確かにそうですね、はい、あと、まあ、一つちょっとこれでかくなっちゃうんですけど、例えば他の個人経営の、まあ、ラーメン屋以外の店舗と組んでなんかあの投稿ラリーみたいなものをやるみたいなのも一ついいのかなと思っていて、うん、なんかこのハッシュタグ、例えばじゃあ新宿、名前は何でもいいんですけど、新宿個人系お昼ご飯みたいなハッシュタグをつけて、例えばカレー屋さんだったりとかとコラボするみたいな形で、なんかそれを回っていって、この店舗行ったら次もこの店舗行こうみたいな形で、他のカレーとか、他の食べ物を狙ってる人からも、あ、まあ、ちょっと自社選択率からずれちゃうと回ってくるのかなとは。確かに。あと2分くらいなんで、はい、そろそろまとめた方がいいですよね。はい、そう。なんか、今のところだと、インスタグラムが一つ、写真があったり、ご飯の投稿が多いっていうところで、いいなと思います、うんうん。そうですね。インスタグラム、情報を知るっていうか、情報入手手段って感じですね。ツイッターは割と認知度の方かなって思いました。確かに。あと1分ぐらいなんで、今回じゃあインスタグラムで、まあ、例えば、まあ上がってるのだと、拡散したら安くするよみたいなキャンペーンをやったりとか、うんうん、あと、他の個人系の店舗と組んだハッシュタグを作るみたいなところとか、うん、そういったところですかね。他に何か、もしあと1分ぐらいなんですけど、なんか面白そうな企画とかあれば、それを書きます。今このインスタを選んだ理由っていうのは、このインスタは情報を発信することもできるし、その拡散したら安くするっていう、その拡散力もあるっていう、両方両面があるからってところで大丈夫ですか？ はい、ありがとうございますっていうのはすごく大丈夫です。ありがとうございます。なんかインスタグラムの傾向として、なんかやっぱ投稿とかよりはリールの方がその新規の人に見てもらえる確率が高まるんで、なんかリールを結構重点的に出すっていうのがいいかなっていうのは思いました、うん、ありがとうございます。まあ、もう時間になってしまったんですけど、こんな形でだいたい時間がしました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。
はい、ということで15分間のグループディスカッションが終わりました。まずそもそも MVP 今回のグループディスカッションの中でいましたか？いません。そうなんですね、うん、私見ててすごい質の高い議論だなと思ってたんですけど、ちなみに今回 MVP と言われる人はいなかったってことなんですけど、まあ、3人の中で比較的一番いい議論ができてたとか、うん、一番目立ってたなと思う方はいますか？国徳さんですかね。おお、ありがとうございます。なんか3人とも結構平等に意見だったりとか話を進めようとする動きがあってすごい良かったんですけど、文徳さんは、まあ、唯一っていうとあれかもしれないですけど、共感をちゃんとしてたというか、誰かが何かアクション言った時に、あ、確かにそれって確かにこうですもんねみたいな、あの反応すごい多かったんですよ。で逆に文徳さんが話した後になんか数秒沈黙になるみたいな、2人がノーリアクションだった瞬間とかも何回かあって、あれされると結構喋りにくくなっちゃうみたいなことがあったりするので、なんかうまくこうなんだかんだ場を温めてる存在は文徳さんだったんじゃないかなっていうのが、すごいいいとこだったんじゃないかなと思いましたね。ありがとうございます。国徳さんは実際にそのあたりは意識してたんですか？そうですね、その反応するっていうのは自分の中では意識するようにはしてます。でも意外とその評価されるポイントって、なんか論理的思考力とか以前に共感力とか相手へのちょっとした配慮みたいなところが結構見られたりするんですかね？まあ、もちろん意見を出したりとか枠組みを作っていくってことは大事なんですけど、まあ、全て議論が前向きに進んでないとなんかどれも建設的な話にならないみたいな、それこそ今日もあの斬新なアイディア出んかったなみたいな話だったんですけど、なんかちょっとなんだろうな、一生ボケてるみたい なんか笑いを生み出すみたいな人がいたら、ひょっとしたら斬新なアイディアって出たのかもしれないなとか、別に論理性なくてもみたいな話ってあるんだろうなと思うので、論理的思考力とかに限らずなんか大事な素養なんじゃないかなっていう気がしますけどね。あのこれは確かに嬉しいですね、フィードバックとして。ちなみに国徳さんのここをもっと良くしたら MVP とか本番で言うと合格ラインに乗ってくるっていうところだと、どういうポイントがありますか？ちょっと意見言うときに不安そうな顔をしている、後ろ向きな印象を少し受けてしまったっていうのがあるんですよね。なんか自信持って喋ってくれればなんか周りもより、あ、確かにねってリアクション逆にしやすかったりするわけじゃないですか。ひょっとしたら2人がリアクション取れなかったのっていうのは2人のせいじゃなくて、国徳さんがちょっとこんな感じなんですけどみたいに言っちゃったから、ちょっと答えにくいみたいなこともあったりしたのかなっていうところもあるんで、なんかもうちょっと堂々と喋るって、なおかつ共感力があるってなったらめちゃめちゃいいんじゃないかなっていう気がしました。ありがとうございます。じゃあ今度石川くんのフィードバック、グッドポイントまず教えていただきたいです。いい意味で言い返す力がある人かなって思ったんですよね。一般的にこうグルリスって初対面の人との喋りになるんで、いや、なんか微妙だなって思ってもなんか進めるっていうことが結構あるじゃないですか。で、なんか最後の最後になって、いや、やっぱ違うからやめませんみたいなこと言うんだけど、もう戻れないよみたいな話になるみたいな、結構あるあるなんですけど、でもなんかちゃんと、いや、でもそれってこうじゃないですかって話だったりとか、こっちを考えた方がいいと思うんですっていうのをなんか嫌味なくというか圧なくストレートに言ってる感じがあったんで、すごいいいパーソナリティなんで、めちゃめちゃいい強みなんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。でも私がしんくんすごくいいなと思ったのが、しんくんはすべてアイデアを出すときに、その当事者である自分の考え、自分はなんか店調べるときにインスタ使うなとか、画像あったから画像あった方がいいんじゃないとか、最初に提案してたその場所も学生が多そうだからっていう自分たちが考えやすいところを起点にしてるので、自分も考えやすいし他の学生さんも考えやすいように自然とできてるのはめちゃくちゃいいなって思いました。経験談があるっていうのはめちゃめちゃイメージがつきやすいんで、グルリスってなんか空想で喋ってる感じになるから、うん、あ、確かにそれはそうかもと思うのはめちゃめちゃいいところですよね、うん、じゃあ最後、あの稲山くんのグッドポイントとモアポイントお願いします。良かったところは、まあ、枠組みをちゃんと作ってなんかうまく進めていこうっていう感じは伝わってきましたし、多分それを意識してやってる人なんだろうなっていう、なんかこれはすごいいいことで、議論というかそのグループの中で自分はこういうとこで価値発揮しようっていうのがめちゃめちゃ分かりやすかったんですよね今日。だからそれはすごいいいなって思ったし、実際そのタイムスケジュールも
まあ、多少のズレはあったかもしれないですけど、基本的には問題なく進んでいたし、話も振ったりとかで自分の意見を言うっていう、なんかバランスもすごい良かったんで、なんかただ時間管理したりとか、ただ枠組み作りましたみたいな人じゃなかったんで、なんかすごいオールラウンダーにいいなっていう印象を受けたって感じですかね。ありがとうございます。なんか圧倒的な離れ感すごいですよね。ああ、確かに、あ、やってんだろうなっていう感じがすごいしましたね。逆にここまでのレベルでちゃんと場も回せて自分の発言が言えるのに MVP 取れないってなったら、今後どう改善していったら目立てるんですか？枠組みを作るのは多分得意なんですけど、枠組みの一個一個のセクションをどう進めるかってとこは多分まだあんまり得意じゃない。だから現状分析の話になった時も最初、なんか現状分析ってそもそも何すかっていう感じが微妙になんかあったんだよね。その客数と単価はまず考えてみたいな。でもその後なんかあんまりこう定まらないとか、施策を考えるとか課題を考えるにしてもどういう流れでやっていった方がいいのかっていうところが若干ふわっとして、アイデアベースでなんかパッパパッパ出てきたものをなんか議論していくみたいな感じになってたんで、そこができるようになると綺麗に決まったねみたいな感じになるような気がします。ありがとうございます。チーム全体としてもうちょっと改善できるなと思うポイントとかありましたか？はい、あ、でもいいところは、まあ、でもさっきのその個々のフィードバックにもかぶるんですけど、やっぱ枠組みを考えて進めていってたのは非常に良くて、で、まあ、その内訳も前提と現状分析で課題施策っていうところだったんで、まあ、ここは全く問題ないですし、時間の配分も良かったんじゃないかなと思います。で、それぞれがそれぞれに意見を振ったりとか施策を出したりとか、誰が欠けてもまあダメだったっていう感じがしたんですよ。だから全員が非常にこう価値のある人材に見えたのはめちゃめちゃ良かったなっていうのがいいポイントかなって思います。悪いポイントは、いい人材が3人集まってるんだけどいい内容ではなかったっていうのがなんか俺の中の回答で、っていうのもなんか多分最後の方で全員思ったと思うんだけど、この施策刺さってるなーみたいな感じ多分なかったと思うんですよ。響いてる感がないみたいな。なんかその理由が多分いくつかあって、まず最初は定義付けの部分だったと思うんですけど、なんか結局新宿になったと思うんですけど、新宿の個人経営のラーメン屋みたいな話になったと思うんですけど、そこまで定義したんだったら新宿のラーメン屋ならではの課題だったりとか現状っていうのが多分あったはずなんですけど、すごい一般的な客数と単価で自分の自店舗選択率を探ろうみたいな感じになっちゃったんで、なんかそう定義した意味があんまなかったなっていう、だからそこに時間をもはや使う必要すらなかったのかなっていう感じに思ったのが一つと、二つ目が課題の部分を話してたと思うんですけど、それがなんか課題を実は話してなかったっていう、施策の話をしていたってめちゃめちゃ思って、課題がたまたま店通りかかった人と決めてくる人がいて、決めてくる人に対してどういうのをやった方がいいですかねとか言って SNS 口コミ広告って話してたんですけど、これ施策じゃないですか。どっちかっていうと大事なのはそう課題っていうぐらいだから、お店に来てくれる、このお店にこのラーメン屋に行こうって人が少ない理由なんなのっていうのが多分課題じゃないですか。でそれが新宿のラーメン屋であるからこその課題がいろいろあるわけじゃないですか。他に飲食店があるとか、ね、居酒屋に行った方がいいよねみたいな話とか、なんかいろいろ出てきて、その課題に対してこれがいいでしょっていうのが施策で、だから刺さるみたいな感じじゃないですか。それがなかったから、なんかこう終盤アイディア大会みたいな感じになっていいアイディアないですかねみたいな、なんか身の回りでこういうのありましたよみたいな話になっちゃったから、いまいち刺さんなかったみたいな感じだったと思うんで、課題みたいなところなんでダメなんだっけみたいな話がもっとできたらめっちゃ良かったのかなっていう気がします。確かにと思いました。はい、ということで今回はノーカットでリアルなオンライングループディスカッションを見ていただきました。これ以外にも別のお題で対面でのグループディスカッションだったりオンラインのグループディスカッションだったりを投稿しているので、よかったら概要欄から見てください。今回出演いただいたエルトさんの YouTube チャンネルは下の概要欄に貼ってありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで今日は皆さんご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあなー。